ちょっと私が今椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症と両方やってるもんですから、ちょっともう座ってやらせていただきます。今日はですね、弘前市長がもしイエス様だったら、こういうタイトルでお話をさせていただきたいと思います。私たち人類にとっての最大の疑問、哲学の最大テーマって何でしょうね。これね、私たちはどこから来てどこへ行くのか、これがね一番大きなテーマです。聖書はですね、天地創造から最後のこの新天新地の完成まで、人類の歴史全体をね網羅している、宇宙規模の壮大な神様の計画を語っているわけですが、こう天地創造の後、私たちが知っているのはこうイスラエルが選ばれて、でもね、イスラエルは神様に背いてきます。にもかかわらず神様は救い主を送りくださる。そしてイエス様の十字架復活のことを通して教会ができる。でも教会もまたこの神様に背いていく。にもかかわらずこの新天新地は確実にこの地に成就される。そして神様がですね、技を成し遂げられるときに必ず選ばれた民一人一人を用いてくださるということですね。今ご一緒に主の祈りをお祈りしましたが、ちょっと今日は いろんな聖書の訳がごちゃ混ぜになるので申し訳ございません。こう祈りなさい、神の国の実現を求める祈りをしなさいとおっしゃっていると思うんですね。天にいます私たちの父よ、御国が来ますよ、御心が天で行われるように地でも行われますように。ルカ福音の4章を見ますとね、イエス様が何のためにこの地上に送られたかということが書かれています。ここにはですね、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません、私はそのために使わされている。ここではっきりとイエス様は自分が何のために使わされたかっていうことを語ってらっしゃいますね。神の国の福音を述べ伝える。ですからイエス・キリストにとっての福音とはですね、単なる福音ではなかったんです。神の国の福音だったんですね。イエス様が公の生涯を始めになった時に最初になさったメッセージ、シンプルなものでした。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。悔い改めなさい、天の国は近づいた。これはマタイによる福音書です。マタイというのはユダヤ人に向けて書いていますから、神という言葉を避けたんです。神の代わりに天という言葉を使いました。ですからこの天の国というのは神の国と全く一緒です。悔い改めよ、神の国は近づいた。これがイエス様の最初のメッセージでしたね。そして山の上の祝福、山上の水訓を見てみますとね、心の貧しい者は幸いだ、義のために迫害される人は幸いだ、天の国、神の国はその人のものである、こう語りになった。神の国。そして十二弟子を派遣なさる時もですね、あんたたちただ行って伝道してきなさいとおっしゃったんじゃないんですね。ちゃんとメッセージの内容まで与えて使わされた。何だったかというと、あなたたちは行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。神の国は近づいた。これがね、弟子たちが伝えるべきメッセージの内容だったんです。私も牧師です。自分がね、この神の国の説教してきたのかって問われたらね、いやあんまりしてこなかったな。信徒たちを使わす時にね、神の国は近づいたって言って人々に話すんだよっていうこともあまり言ってこなかったなっていうことをすごく反省させられているんですけどね。そしてイエス様は十字架にかかられ、そして3日目に復活なさった。そしてその後40日間弟子たちとこの地上での最後の時をお過ごしになるんですが、その時にその大切な期間にお語りになったことはここに書いてありますね。イエスは
苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、何について話されたと書いてあるんですか。神の国について話されたとあります。もしもですよ、皆さんもうあと40日間しかこの地上にいないということが分かってたら、本当にね、これだけは忘れてくれるなよという大切なことを残すはずですよね。イエス・キリストにとって一番大切なことは何だったか、神の国だったんですね。で、パウロはどうだったかって言いますとね、やっぱり彼は街道に入ってね、神の国について論じた、神の国のことを証ししたということが書かれています。そして弟子の一人フィリップの宣教はと言いますと、やはり神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じて、男も女も洗礼を受けたと書かれていますから、フィリップもこの神の国について語ったわけですね。これはクリスチャン生活の長い方ならもう暗唱してらっしゃる御言葉ですが、マタイの6章33節、クリスチャン生活の鍵は何ですか。これですよね。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。クリスチャンにとって一番大切なことは神の義、神の国と神の義を求めなさいということですよね。さあ、3年以上教会に来てらっしゃる方々に伺いますが、神の国、自分を求めてきた、神の義を求めてきたというか、どのくらいいらっしゃいますか。あれ、てか 2,3 人しか上がりませんか。だってこれイエス様がおっしゃったんですよ、ね、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいとおっしゃってるんですよね。これがね、クリスチャン生活で一番大切なことなんですよね。そうすると今手を挙げた方に聞いています。私は神の国を求めてきたとおっしゃったんですが、じゃあ皆さん何を求めてこられました。神の国って一言で言うとどういうことになります。私はこれを求めてきたんだ。神の国って何ですかって聞かれたら、皆さん何てお答えになるでしょう。神の愛。神の愛、おお、いいですね。他には、互いに愛し合いなさい、はい、ね、改めてね、神の国って何ですかって聞かれると、うーんって考えてしまうんですが、これちょっと置いときましてね、ちょっとテーマ変えてみます。皆さん、ほとんど日本人ですよね。日本に住んでらっしゃいますよね。日本のことよく知ってらっしゃいますよね。外国の方からですね、すいません、日本って何ですかって聞かれたら、皆さん何とお答えになります。日本って何ですか。一番多い答えはですね、分かりました、北海道、本州、四国、九州、沖縄、これが日本ですと答える人が結構いるんですが、本当でしょうか。例えば私今東京にいます。うちの近くに米軍の横田基地というのがあります。あそこの中はね、日本人自由に入っちゃいけないって書いてあるんです。入ったら処罰されますって書いてあるんですが、あの中は東京都なんですが日本なんですかね。あの中は日本だと思う人、日本でないと思う人、そうですよね、日本じゃないんですよね。ワシントン DC にあります日本大使館はアメリカの中にありながら、あの中はアメリカなんですかね、日本なんですかね。日本なんですよ。そうすると、日本というのは北海道、本州、四国、九州、沖縄と言ってる人はね、神の国って何ですかって言われた時に、私たちが死んだ時にね、ふわーっと雲のなんかあの辺にね、神の国っていうのがあってね、死んだらふわーっと行くところだなんて答えてしまうんです。違いますね。そうすると神の国って何なのか、日本はね、何かって言いますとね、実はこれなんですよ。
日本の主権が及ぶ場所、これが日本なんですね。横田基地の中は実は日本の主権が及んでないんです。だからあれはアメリカの主権が及んでるから、あの中はアメリカなんですね。ワシントン DC の日本大使館はアメリカの主権じゃなくて日本の主権が及んでますから、あの中は日本っていうことになるんですね。そうしますと、これ翻って神の国って何でしょう。同じように考えたらいいんですね。神の主権が及ぶところ、神の御旨のなされるところ、これが神の国なんです。そうするとですね、もしも皆さんの中に神の主権が 100% 及んでね、皆さんの言葉から生き様から全て 100% 神様の願っておいでになる通りのことがあなたの中に起こったら、あなたの中に神の国はやってくるんですよね。だからイエス様が神の国はあなた方のただ中にあるとおっしゃった。もしこの弘前西教会が神の主権の中に完全に置かれて 100%、 そして神の御旨が 100% この教会の中で行われるようになったら、神の国はこの弘前西教会にやってくるんですよね。素晴らしいと思いません？そしてもしもね、皆さんの家庭に神の主権が 100% 及んで、神の御心が 100% 行われるようになったら、皆さんの家庭に神の国がやってくるんですよね。もしも弘前市に神の主権が完全に 100% を呼んでね、神の御心が弘前市のいろんな全てのところで行われるようになったら、弘前に神の国がやってくるんですよね。そうなりたいと思いません？ねえ、だからイエス様おっしゃったんですよ。天で御心が行われるように、この地でも行われるようにと祈りなさい。で、ですから神の主権が及ぶ範囲はどこかと言いますと、イエス様を信じる個人のうちにまず神の国が実現をしていきます。ちょうどね、私たちもこうこんな毛虫みたいなもんだったのがね、今こう飛び跳ねる蝶々みたいに変えられた、これ奇跡ですよね。私の過去を見てもなんでこんな私がね今こんな死を信じてるんだろう、不思議でしょうがありません。ですから神様を信じる個人のうちで実現をしていくと同時にね、主を信じる者たちが用いられて地域社会に神の国が実現していくんですね。神の国が実現するときにはですね、万物が神様と和解させられていく。このコロサイ書の1章15節から20節というところですが、イエス・キリスト様が十字架にかかられたのは万物を神様と和解させるためだったということが出てまいります。この神の国という言葉をですね、調べてみました。新約聖書に約90回出てきます。この90回をちょっとね考えていったら、まず第一に神の国の未来性というのが見えてきました。神の国はイエス様がもう一度この地上にお帰りになる再臨があるんですね。その時に完全な形で神の国は実現するということが言われています。例えばヨハネの黙示録21章22章あたりですとね、また私は新しい天と新しい地とを見た、神は彼らと共に住み彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、もはや呪われるものは何もない、神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え神の御顔を仰ぎ見る。こういうね、神の国が 100% 実現した姿がここには描かれています。未来性ですね。と同時に神の国の、ね、過去性ということも書かれているんです。神の国はすでにやってきた、これもねイエスもおっしゃったんです。例えばこのマタイの12章です。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、
もう神の国はあなた方のところに来ているのですどうかとお話になりました。ですから神の国はもうやってきたんだっていうのとね、神の国は完全な形では未来形で実現するんだ、この2つはよく言われますね。私がね発見したのは実は神の国の現在性ということなんです。どういうことでしょう。これはね、神の国は来つつあるという現在性です。イスラエルに行きますとこのハデスの門というのがあるんですね。地獄の門という意味ですね。マタイの16章を見ますとね、これ新改訳聖書というのが一番言語に近い訳をしておりましたのであえて引用させていただきますが、イエス様があるとき弟子たちに向かってこうお尋ねになりました。世の中の人々はね、私のことをいろいろと言ってるけど、あんたたちは私のことを何と言うんだ、こう聞かれたんですね。そしたらペテロが立ち上がりましてね、あなたこそ生ける神の子キリストですと答えたわけです。それに対してイエス様がおっしゃった言葉がこれなんですね。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に、あなたが今したその告白の上に私の教会を建てます。ここまでは分かりますよね。ところがですね、私その後はね理解できなかったんです。神学校2つも卒業していながらね、このハデスの門もそれには打ち勝てません。この意味がねよく分からなかったんです。さっき言いましたハデスの門というのは地獄の門ですよね。皆さんのお宅で門があるお家に住んでらっしゃる方いらっしゃいますよね。立派な家はだいたい門がありますね。うちなんか全然ないんです。もう開けたらすっと言いまで、ね、でも門がある、門って何のために作ってらっしゃるんですか。エルサレムの城壁にも門がありますよね。門って何のためですかね。泥棒さんとかね、あんまり好ましくない人は門の中に入れない。その家の中を守っているものですよね。エルサレムの城壁はエルサレムという都を守っているのが門ですよね。そうするとハデスの門、地獄の門って何を守っているんですか。私これねある時ふっと分かったんです。ハデスの門というのは地獄を守っている門なんです。誰が守っているんですか。悪霊どもが守っている。もしですねクリスチャンたちがイエス・キリストこそ生ける神の子キリストですと告白しながら隣人を愛していく、敵をも愛していく、こんな生き方をしてたらね、どんなハデスの門が頑丈でもそのクリスチャンたちの愛に、イエス・キリストの愛に打ち勝つことはできないということなんです。どんな頑丈な門であれ、地獄の門であれ、クリスチャンたちの愛の力には勝てないという意味なんです。皆さんね、ハデスの門って皆さんの家庭にあるかもしれませんよ。サタンが頑強に守ってるところです。こっから先は絶対お前ら入れないからなってやってるところです。学校の中にもあるかもしれない、職場にもあるかもしれない。でもね、キリスト者たちがそれを隣人を愛し神を愛しやっていくならば、どんな頑丈なハデスの門であろうとそれは打ち破られていくんだ。これがね、神の国の現在性なんです。実はこれ分かった時にね、私のクリスチャン生活は180度ひっくり返ったんです。これまでね、私どう考えたかって言いますと、サタンはね、クリスチャンを教会をうーんと攻撃してくる。だから必死になってね、私たちがサタンの攻撃をね、こう防御しなきゃいけない。教会守んなきゃいけない。クリスチャン生活を守んなきゃいけないと思ってたんです。でもこの御言葉を読んでね、あ、違うと思ったんです。攻撃しているのは実は私たちクリスチャンなんですよ。教会なんです。守ってるのはサタンの方なんです。これが分かった時にね、私の信仰生活ひっくり返りましたね。あ、そうなんだ。ですからこれがね、神の国の現在
対して。だからこれまでは派手なもんガチッとしてたのがね、神様を愛し隣人を愛することによってその門が一つずつこう打ち破られていく、こうやって神の国が実現していくんだということをおっしゃったわけですね。まとめてみます。神の国実現するのは神様ご自身です。そして第2番目、そのために神はキリスト者、私たち一人一人、これはキリストの大使ですね、を選び整えて派遣するために教会を建てておられる。ですから教会はある意味で神の国の大使館です。皆さん名刺お持ちな方いらっしゃいますよね。これからどうでしょう、大使、皆さんの名前、ね、日本国大使よりもすごいんですよ。神の国の大使ですからね。皆さんはすごいことを神様から託されているわけです。ですからね、弘前西教会もある意味で神の国の大使館ですよね。そして皆さんは大使です。神の国を実現するために神様をそうしていらっしゃるわけですね。今日はですね、私これまで76カ国で活動してきましたが、今日はエチオピアの話をさせていただきたいと思うんですが、南の方のショワ州アメヤ村というところでね、私たちがずっと活動させていただいた。そこでね、私たちはアメヤ村の村人に、これイスラムの村なんですが、いつもこう考えたの、もしアメヤ村の村長がイエス様だったらこの村はどうなるんだろうか、これをずっと祈りながら活動してきたんですね。でエチオピアってのはこんなところでね、アメヤ村っていうのは実はこの辺なんですね。エチオピアっていうのはすごい国でしてね、ソロモン王ってご存知ですよね。紀元前971年から931年までって言われてますが、そこにシバの女王が訪問します。シバの女王っていうのは実はエチオピアの女王なんですよ。そしてソロモン王とシバの女王との間に生まれたのがメネリク1世という、これがエチオピアの皇帝制度の始まりだと言われてるんですね。だから随分歴史は古いんです。そして使徒の働きの原稿録の8章を見ますとね、エチオピアの女王の神田家に仕えていた高官がエルサレムに巡礼に行って帰る途中で馬車の中で旧約聖書を読んでた。フィリポが近づきましてね、あなた何読んでるか分かるのって言ったら分からん、ね、じゃあ説明させてくださいって説明した。イエスの話をした。そしたら彼がね、じゃったらそこにね水がある、私に洗礼授けてくださいって言って、彼は洗礼を受けてエチオピアに帰るんですが、彼が最初のエチオピアのクリスチャンですよね。だから随分古いわけですよね、歴史がね、教会の歴史。そしてこれはですね、アスクムのエザナっていう方が建てた石碑ですが、327年にこれ建ってるんです。ローマのコンスタンチヌス一世がキリスト教を公認したミラノの勅令が313年です。ですからほぼ時を同じくしてエチオピアはもうすでにね、キリスト国家になっていたんですよね。ところが6世紀になりますとね、イスラムが台頭してきましてね、このイエメンの支配権をエチオピアは失っていくんですね。それ以来エチオピアっていう国はイスラムとキリスト教徒が混在する社会になっていきます。そんな中でも、例えばこれは世界遺産で岩をくり抜いて教会群が作られているんですが、例えばこれね、典型的なものだったんですが、大きな一枚岩をくり抜いて教会堂が建ってるんですよ。私この中に入りましたけどね、立派な教会堂です。こんなものがね、いろいろとこうできているんですね。そして時代を飛んで第二次世界大戦、ハイレ・セラシアという有名な皇帝がいました。東京オリンピックの時にマラソンで金メダルを取ったアベベは実はこのハイレ・セラシアの側近だったんですね。ところがね、1967年に第三次中東戦争というのが起こりましてね、スエズ運河、エジプトが封鎖してしまうんですね。それで石油製品が暴騰します。物価も上昇します。
それでね、大変なことになったんです。72年の大干ばつと合わせてね、餓死者がたくさんエチオピアで出たんです。ところがハイレ・セラシエ皇帝はですね、人々が餓死しているそんなニュースを嘘っぱちだって否定したんです。民衆はね、自分の親族が死んでる、友達が死んでる、そして皇帝がね、そんな飢餓なんかエチオピアにないっつったもんですからね、すごく怒ったわけです。そして1974年にエチオピア革命というのが起こります。40年余り支配してきたハイレ・セラシエ皇帝がね、軍部によって逮捕され、廃位されまして、社会主義国家がエチオピアに誕生します。エチオピア人民民主共和国。そしてメンギスといってね、方が議長に就任をします。で、彼が恐怖独裁政治をやりまして、牧師という牧師を捕まえて牢屋に入れる、聖書を全部焼く、外国から来た宣教師を全部国外に追放する、こういうことをやったわけですね。それでエチオピアっていう国は外国人による伝道が不可能な国になったんです。宣教師たちはね、もう一旦エチオピアに戻りたい、ずっと祈り続けた、この10年間の祈りがあったんですが、エチオピア宣教の門戸を開いたのは実はね、これだったんです。エチオピアの大飢饉、1984年から5年にかけて1年間だけで100万人のエチオピアの方々が餓死をするというね、大変なことになった。この時初めてですね、エチオピア政府は国際社会に向かって、うちの国大変だ、助けてくれ、 SOS を出したんです。それで私たちもエチオピアにね、なんとかお助けをしたいということで入ることにしました。入ることにしたんですが、私たちエチオピアのことは分かりませんよね。それで分かったことが、エチオピアを10年前に追放されたたくさんの宣教師がおられるということだった。私その宣教師にコンタクトしました。宣教師ではあの国には戻れない、私たちのスタッフになって私たち一緒にエチオピアに行ってくれませんかってお願いをしましてね、貧困と飢餓に使えるものとして、宣教師としてではなくてお入りいただいたんです。彼らはね、文化を知ってます、言葉を使えます。本当に感謝でした。こんな状況でしたね。ある時ね、エネモーというキャンプで私たちが緊急の食料配給している時に、そのキャンプに一人の青年がね、もうフラフラになってやってきたんです。そして、うちの村が大変だ、助けてほしいんですって言うんですよ。話を聞いてみたらね、本当に大変そうだった。それ、あんたどこから来たの、じゃあね、あなたの村に行こう、もうトラックに詰めるだけの食料を積みましてね、彼を乗っけて私とその前宣教師だった方と行ったんです。それがね、実はアメヤ村という村だったんです。行って村をずっと歩かせていただいたらね、もう彼が言ってるどころの火じゃないんですよ。とんでもなくひどい状態でした。こんなに大きなね、穀物入れ、高さが2メートルぐらいでしょうかね、これがね、どの家に行っても全部空っぽです。そしてこの穀物入れを全部ね、蜘蛛の巣が張ってるんです。だ、食料がもうなくなって1ヶ月以上は経ってる状態でした。で、ああ、これは大変だということでね、すぐに、共産圏の国ですから許可をもらわなければ何もできないんですね。アメヤ村でね、緊急食料援助を始めたいんだけど、緊急に許可を取りましてね、配給を始めさせていただいて、その後農業支援とか井戸掘りの支援とか、いろんなことをさせていただくことになったんですね。私がですね、個人的に実はスタッフをずっとそこには置いて、私たちのベースキャンプも作ったんですが、私個人的にこの村に2回目に訪問したのは5年後なんですね。5年間お助けをさせていただいて、あの村どうなったんだろう、視察に行ったわけです。村をね、こうずっと視察しながら歩いてたらね、この方、これ村長さんなんです。病気で2ヶ月ほど寝たきりだったらしいんですが、私が聞いたということを聞かれましてね、
横をこの男性たちに支えられて私のところわざわざおいでくださったんですね。そして私の顔をじーっと見てたかと思うとね、あんた5年前にこの村に来た人だよね、そうですか、私覚えてるかって言われてね、覚えてなかったんです。5年でね、この村長さんものすごく老け込んでらっしゃいます。苦労なさったんでしょうね。あんたはすぐに分かったなんて言われたんですけどね、5年前ね、あんたたちがトラックでね食料持ってきてくれた、あのおかげでね、あれ以来誰もこの村では餓死する人が出なくなったんだ、ありがとうっつってね、私の右の手を取ってここの甲のところに何回も何回も接吻してね、涙をボロボロ流しながら喜んでおられたんですが、その彼がね一段落した時にこうおっしゃったんです。今だからねちょっと話したいんだけど聞いてくれるかとおっしゃるんですよ。何ですかって言ったらね、実はあんたたちのトラックが来る3日前、私は村長として村人全員を集めた、助けにね出した若い男の子たちも誰ももう戻ってこない、もうね1ヶ月以上誰も何も食べてない、もうこの村はこれで終わりだ、歩くことも難しい人も出始めてきた、もうね村人全員で集まるのはこれで最後にしよう、そこで水杯をね、まあ、日本でいう水杯交わしてね、もうあとは各家庭ごとに死んでいってくれ、そういうね集まりをなさって、お別れの会をなさった。その3日後にあんたたちのトラックが来たんだよね、またブラブラこっちの部屋で埋められましてね、あれ以来本当に助かった、ありがとうっておっしゃったんです。これ日本の教会からいただいた献金をお届けしたんですね。本当に嬉しかった。あ、聞こえにくい。あ、ごめんなさい。これでどうですか。これで聞こえますか。はい。ところがね、実はこの村長さん、イスラム教徒です。そしてこの村人は全員がイスラム教徒だったんです。私たちはね、別に宗教問いません。本当に困った方がいたら、誰でもお助けするというスタンスでやってきました。ところがね、この1990年にこの村に一人のクリスチャンが引っ越しをしてきたんですよ。なんで彼が来たのかよくわからないんですが、もうイスラムの中でたった一人のクリスチャンですよね。みんなからすごくいじめられましてね、でも私たちが聖書を勉強するよというと一緒にやってきたりね、礼拝するよというとやってきたり、井戸掘るよって言ったら私も手伝いますってね、とってもいい方でした。でもね、この村は実は15年で自立できたんです。外からの助けなくてもね、自分たちでやっていける村になったんです。まあ、国連のね職員と話してたら、ドクターからね、50年経ったってあの村無理だよって言われたんですがね、本当奇跡的に15年で自立できました。ですから私たちはもっと大変なところに移ろうということで、99年に雨山村から撤退をしたわけですが、だいたいね、私たちみたいな団体がその村にいる間はうまくいっているように見える。でもね、撤退した途端にシャバーとなっちゃうケースが非常に多いもんですから、私はこの撤退して5年目にもう一遍どうなってるか再評価のために出かけていったんです。その時に出会った伝道者です。私ね、5年後行くよっつって連絡しましたらね、あんたが来るんだったらね、実は雨山村にね教会ができたんだけど説教してくれるかって来たんですよ。私ね、よー教会できたんだ嬉しいなと思いながら、もちろんねお受けしますって行ってみたんですよね。喜んで行った。でもね、どうだったと思います？街道ができてたんです。土ばっかしで固めた街道ですね。そこにねざっと勘定したら大体400人ぐらいいたんですよ。で、窓はないんです。穴が開いてるだけです。その穴という穴からね、もうみんながね顔をね大体20ぐらい顔を覗いてんですね。で、私聞いたんです。ここずいぶんたくさんの方が集まってらっしゃるんですね、これの中でクリスチャンって何人ぐらいいらっしゃるんですかって聞いたんですね。だって90年ね一人もいなかったんですから、一人移住してきたばっかしでね。そしたらね、まあ、私が考えたのは、まあ、クリスチャンってちょぼちょぼでね、あとはイスラム教徒
ってね、なんか日本から来た変なやつが話するそうだ、聞きに行こうってんでね、イスラム教徒がたくさん来てると思ったんです。そしたらなんとね、いやいやここ集ってる人全部クリスチャンですよとおっしゃった。びっくりしたんです。一応ね、びっくり知らながらもこうメッセージさせていただいて礼拝が終わった。そしたらね、もちろんエチオピア人のもう牧師が立てられてましてね、役員さんたち寄ってきましてね、ドクターカンマ今日本当にありがとうってこう言った後に何とおっしゃったかというと、一人の役員さんがね、いや実はね、あんたが今日来てくれるって言うんで、アメヤ村の全部の教会が協力して大きなテント集会を計画してたんだ、でもあんた北の方にいる時にね病気になったって連絡が来て、今回はもうアメヤ村きっと行くの無理だろうって連絡が来たので、ああじゃあテント集会やめだね、でも万が一彼が来たらうちの教会で説教してもらおうねっていうことになって、今日はうちの教会で説教してくれてありがとうとおっしゃったんですよ。だから僕ね、っつったんです。この教会の他にもこの村に教会できたんですねって聞いたんです。だから、おーできたできたっておっしゃるもんですからね、いくつできたんですかって聞いたんです。おっしゃるね、待てよ、うん、あそこだろあそこだろあそこだろ、勘定し始められた。いくつっておっしゃったと思います？少なくとも3つありますよね。なんせね、35教会ができてたんです。私本当に驚きましたね。この400人以上集まってるね、一つの教会だけでもびっくりして感謝してたのに、あの村に35教会ができた。なんで？これがね、もう私の率直な疑問でした。これね、大きな建物を建てようとしてますよ。この裏にブルーの屋根の街道がありますよね。これね、僕が行ったその次に建った街道なんです。もうこれも小さくなっちゃって、今でかい街道を建て始めて、これがもう完成しています。なんで一人もねクリスチャンいなかったこの村にこんなたくさん教会ができたのって聞いたんです。そしたらね、みんなが口々におっしゃり始めた。まとめてみるとこういうことだったんです。私たちがこれまで信じていたことは何だったかというとね、アラの神様を信じてました。このアラの神様っていうのは、私たちが罪を犯す、過ちを犯す、呪う神様だ。お前らな悪いことやってきただろう、だから見ろ、3年間も雨一滴も降らないじゃないか、お前ら食うものなくなる、当たり前なんだってイスラムの指導者に教わったって言います。これね、そうだよな、俺たち罪を犯してきたし、過ちも犯してきたしね、そうか、しょうがないな、諦めていたって言うんです。なんかこの辺はイスラム教徒と日本人ちょっと似てるとこありますね。でもね、あんたたちクリスチャンが来て新しく話をしてくれた、何の話だったかっていうと、天地を作ったね、神様のことだった。愛の神の話だった。罪を犯す者をも愛してくださるお方、その罪の身代わりになって神の子が十字架で死んで私たちを許す、そういう愛の神の話を聞いた。罪を犯しても許されるんだ、そんなことが本当だったら嬉しいよなって言い始めたんですが、いやー分からん、そんなうまい話世の中にあるわけないじゃないか、まあね、眉唾もんだって最初みんなこう聞いてたわけですが、でもですね、私たちがこう井戸掘りなんかやってますとね、そーっとこのイスラム教徒が寄ってくるんです。そしてね、お前らのな信じてるイエス様ってどういう方だ、こう聞いてくるんですね。お前なんでクリスチャンなんかなったの、最初からクリスチャンかって聞いてくるんです。イスラムの社会でもですね、質問されたらいくらでも答えられるんです。質問されないのに語ったらもう即ね、こうですけどね、聞いてくる。まるでニコデモですよね、夜イエス様のところさーってやってきてね。そうなんです。そして私たちがお話をする中で、ああそんなねイエス様がいれるんだったら私もイエス様信じますってね、一人二人とね、秘密のクリスチャンが生まれていったんです。この聖書的な世界観っていうのはね、人々の生き方をね
変革していきました。従来の世界観は何かって言いますとね、自分たちは呪われている、だから何にもできないんだ、自分たちの畑は神に、アラの神に呪われてる、だから何やったって作物なんか取れないんだ、だから外国から支援してもらう必要があるんだ、こう考えていたんです。でもね、イエス様を信じるようになった人たちはね、考え方が変わってきました。自分たちは神の形に作られている、神様に愛されている、呪われてるんじゃなくて祝福されてる、自分が生きてることに価値がある、意味がある、自分たちでやれる。神様がこのアメー村にもね、神の国をもたらそうとなさってる、神様は私みたいなものもそのために使ってくださるんだってね、こういう自信が湧いてきたんです。で、例えばこれです、これですね、あのさつまいも、日本から持っていたさつまいもの苗を植えた結果こうなったんですが、実はこのアメー村はそれまでは雨だけに頼る農業をしてました。で、周りをずっと調査したらね、5キロぐらい離れたところに泉が湧いてるっていうのが分かったんです。で、私は提案しました。あの今まではね、雨だけに頼る農業をやってんだけど、どうでしょう、あの泉からね、水引いてこない、そしたらね、一年中いろんなものがね、作れる畑になるよって言ったんですね。イスラム教徒なんつったと思います？あんな水なんか引いてきたってな、俺たちの畑呪われてんだからね、そんなもん何も役に立たないって言ったら指一本動かさなかったんです。ところがクリスチャンになった人たちは、いや神様きっとね、これ祝福してくださるはずだ、やりましょうつってね、私たち一緒にこの灌漑用水を掘ってくれたんですね。で、さつまいもの苗持ってきてね、これきっとね、この土壌にねぴったりだと思うんだけどな、植えてみないって言ったね、イスラム教徒は、何も植えたってね育っちゃしないですよ、呪われてんだから、そしてね、植えようとなさらなかった。でもクリスチャンたちは植えたんです、育ちますよね。で、収穫取れたんですが、僕らあのクリスチャンにはね、分かち合うことを教えます。で、隣のイスラム教徒のところにね、収穫を持って行ったんです。そしてこう、例えばね、あのイスラム教徒の隣人たちしますよね、これあのうちで取れたさつまいも食べてくださいってこう渡すわけですよ。そしたらね、なんでこう俺なんかくれるんだっていう顔なさるんですが、その時ね、一言ね、お前んちの畑な、俺んちの畑の隣じゃないかって、俺んち水引いてきてね、植えたら育ったのにね、すぐ隣の畑でね、できないわけないよ、やってみたらってこう言ったんですが、無理無理って言ってた。クリスチャン何やったと思います？許可をもらったんです。お宅の畑までね、うちの畑から水引くのね、そんなあの要するにちょっと伸ばせばいいだけなんでね、それ俺たちやりますから水引いてもいいって許可くれませんって許可もらったんです。そしてあんたの畑だけどね、私たちがさつまいもの苗植えますんで、あの植えてもいい、あんたの畑だけどってね、許可もらったんです。とね、やってみれや、どうせ育たないと思うよなんてねおっしゃってたんですが、許可をもらったクリスチャンたちが用水路伸ばしましてね、さつまいも植えたんです。どうなったと思います？こうなったんですよ。それを見ていたねイスラム教徒たちが、いいって言ったんです。ひょっとして俺たちがずっと信じてきたことが間違ってたんじゃないのか、あいつらが言ってたことが正しいんじゃないのか、実はこれをきっかけにですね、大量関心が始まったんです。100人200人500人とね、イエス様を信じるようになった。これがあのアメヤ村に35も教会ができたね、原動力になったんです。実はね、イエス様を信じた人たちは実は呪いから解放されたんですね。アラの神の呪いから解放されて新しいことに挑戦していったんです。ですからイエス様に従った者たちが聖書の世界観に立って行動し、そしてイスラム教徒の隣人を助けていった、
その時に神の国が広がっていったんです。そしてあの村全体がイエス様を信じる村になったんです。私ね、本当に感謝しました。イエス様に従うようになった人々が目に見える形で与えられた祝福を分かち合っていった。そして地域社会の隣人の必要に応えた時、何が起こった？彼らが地の塩、世の光として行動したんです。その時にね、神の国が雨屋村にやってきた。本当にね、私嬉しかったですね。社会を変革する弟子がある意味で育てられた。自分の中に、自分の霊性、社会性、体、経済、知恵の中にね、御国が来ますように。まず自分の中に御国が来る。それと同時にこの地域社会全体に御国が来ますように、こういう祈りがね、実を結んでいった。本当に神様に感謝しました。ところがですね、私は感謝しながら神様に文句言ってたんです。イエス様、アメヤ村、確かにこれ素晴らしいことをあなたはしてくださった。でもね、この村がこんなになったのは日本のクリスチャンたちが祈ってくれて、実際に献金してくれたおかげですよ。それを使ってね、このアメヤ村こんなになったのにね、その肝心要のね、日本の教会で、なんであんた同じことをしてくださらないんですか、なんだねっていうね、癒しをもたらすために建てられているはずの日本の教会に何が漂っているかというと、無力感が漂っている、閉塞感が漂っている。まるでね、真冬です。こうやってね、イエス様に文句言ってました。なんで日本で同じことをしてくださらないんですか、あなた同じ神様じゃないんですかってね、文句たらたら言ってたんです。その時にね、実は語られたことがありました。何だったかって言いますとね、こういうことでした。お前な、御国を来たらせたまえと祈ってきたのか、こういう問いかけでした。もちろん私牧師ですからね、主の祈りに何千回何万回唱えたかわからない。最初はね、そんなこと祈ってきましたって言ったんですが、考えてるうちに、いや、祈ってこなかったと悔い改めさせられたんです。私の祈りはね、どういう祈りだったか。いや、東京がね、アメヤ村みたいになる、そんなバカなこと起こるはずないよな。でもね、一応主の祈れ祈れって言われてるからね、一応お祈りしておきます。御国を来たらせたまえ、アメン。なんてね、牧師の私がそうですから、西教会の数名はそうですよね。弘前に神の国がやってくる、そんなバカな、なんてね。でも一応祈れって言われてるからね、御国を来たらせたまえと祈る。 2,3 人はおられますよね。そういう祈りって神様聞かれるんですかね。聞かれないんですよ。アメヤ村の村人にクリスチャンになった時に、僕ら主の祈りを教えたんです。彼非常に単純にね、神様、このアメヤ村に神の国を来たらせてください、真剣に祈ってた。そして実現したんです。僕らはね、頭だけは知ってるんですが、本当に祈ってきたのか問われたら、ノーと私は悔い改めざるを得なかった。エチオピアから帰ってきた時、ちょうど4月でした。桜の花がね、満開でした。その時にね、桜を見ててね、私ふっと神様から語られたんですが、桜の花って咲くための条件があるっていうのをご存知ですよね。これ冬の寒さ、桜の開花の条件なんです。寒いところを通ったからこそ花をつけるんですね。だから沖縄よりも南の桜の木って花つけないのご存知でした？あったかすぎるんです。だから弘前城の桜は綺麗なわけですよね。でもね、私、神様にね、日本の教会、日本の社会、まで真冬ですって言ってたんだけどね、真冬ということはこれから
春がやってくるということですよね。春が近づいている。だからね、現状を嘆いちゃダメなんです。あ、これから花が咲くんだって考える必要があるな。チャレンジされましたね。で、これ私がルワンダで撮った写真です。ルワンダの教会で焼き殺された人たちのね、骨なんです。でもね、エゼキエルの37章ではこれらの骨は生き返ることができようかっていうね、問いかけに対して神様がおっしゃる、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ肉を生じさせ皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろうとおっしゃった。皆さん、これ信じますか、ね、私たちの信じている神様っていうのは枯れ骨でも生きたものにすることがおできになる方ですよね。無から有を作り出すことができるお方ですよね。だから皆さん教会来てるんですよね。もしこれ信じないんだったらね、別に教会来ることないんです。お寺さんでいいんですよ。ね、なんで教会来てるんですか。こういう主がおられるからですよね。だったら今死んだような日本の教会かもしれない、死んだような日本の社会かもしれない、でも主が息を吹き入れられたらね、生き返る。信じますか。ねえ、箴言の29章、幻がなければ民は堕落する、幻のない民は滅びる。私はね、日本の教会の一番大きな問題がこれだと思ってます。神の国の幻が欠けてるんです。どんなことがあっても必ず神の国は実現する。これを見失った時に教会も堕落する。日本社会ね、本当に砂漠化しているような状態があります。 85% の日本人が生きる意味がわからないと答えている。10万人あたりね、自殺する人がほぼ21人、 OECD の平均は12人ぐらいなのにね、飛び抜けて多いです。15歳の 30% が何つってるか、一人ぼっちだ、孤独を感じてんです。2位がアイスランド、その2位のアイスランドの倍の15歳が孤独を感じている。100万人以上が引きこもってる。 80% 以上の15歳から29歳が将来に夢を持てないと答えてる。いじめ47万件以上が報告されている。こういうね、砂漠のような病む現実がありますが、神の民を用いて主は癒してくださる。これ歴代史の下の7章の14節ですが、これちょっと一緒に読んでみません、はい、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。実はこれはね、ソロモンという王様、さっき出てきましたが、彼が神殿を完成させたその夜に神様が語られた言葉の一部分なんです。ですから、もう私の名を呼び求めている私の民というのは本来的にはイスラエルの民です。でも私たちが旧約聖書を読むときに大切なことは、その旧約聖書の言葉は現代の私たちにはどう当てはめられるのかなって考えながら読む必要がありますよね。じゃあ今の社会で神様の名を呼び求めている神の民って誰ですか。クリスチャンですよね。が何ですか。へり下って祈り、主の顔を下に求め、その悪い道から立ち返るなら、神様がね、私が彼らの地を癒そうとおっしゃってる。この地病んでますよね。誰の責任でしょう。僕はね、長いことね、政治家が悪い、社会のシステムが悪い、福祉のシステムが悪い、いつもこうね、人を見てこの社会の責任をなすりつけてたんですが、この御言葉に出会って考えが変わったんです。誰の責任ですか。
クリスチャンの責任ですよ。教会の責任です。教会がね、へりくだっていないから、祈りを捧げていないから、御国を来たらせたまえてね、口では祈ってるんですがね、心では全然祈ってない。そして主の顔を下に求めていない。その悪い道から立ち返っていないから、この地がこんなに病んでる。本当にね、これはクリスチャンの責任なんです。でもこれひっくり返しますとね、本気になってクリスチャンたちが、教会がへりくだって主の前に出て祈りを捧げ、主の顔を下に求めて、その悪い道から立ち返っていったら、神様は皆さんを使って、この教会を使って世界を癒すとおっしゃってるんです。すごい特権だと思いません？神様はね、政治家にこの世をね、癒すことを期待してらっしゃらないんです。大学の教授にも期待してらっしゃらないんです。教会に期待してらっしゃるんです。あなたに期待してらっしゃるんですね。すごいことですよね。だからこの地を癒す責任と特権はね、主の民に与えられている。まあ義塾の生徒さんたくさんいるけどね、こういう技に関わりたくないね。ぜひね、イエス様を信じるというのはこんなに素晴らしいことなんだっていうのをね、しっかりと捉えてね、あ、私もこの神様のね、技に参加するものでありたい。そうなってね、せっかく義塾で学んでるんだもんね、それをつかみ取って卒業してください。神様が求めてらっしゃる人、どういう人か、僕はね、このろうそくみたいな人だと思うんですね。暗い世界で輝く人、群れ、教会だよね。イエスの十字架を生きる人、使える人。ろうそくって何かというとね、自分が傷ついて周りを明るく照らすんです。あの岐阜に行くと、あの高山にね、エロうそくって綺麗なろうそくがあるんです。あれ火つけるのもったいないなと思ってね、綺麗に絵が描かれてます。でもそれではろうそくの役をしないわけですよね。ろうそくとして機能するには、あれに火つけてろうが溶けていくことによって周りを明るくするんです。これが実はね、クリスチャンたちに求められていること、世の光だっていうのはそういう意味ですね。隣人を愛するために犠牲を払う、あの雨や村の人たちが犠牲を払ったように、ですからね、この神の技を、神の国を実現する主の技、これはもう神の国必ず実現するんですね。それに私たちをこう呼び集めてくださって、私と一緒にあんたも働いてくれんかって神様が私たちを呼んでいてくださる。御国を来たらせたまえと祈りながらね、この主の技に一緒に関わらせていただくというのは、なんて幸いでしょう。私たちね、あの声なき者の友のは、あの Friends with the Voiceless って言うんですが、これはですね、世の中で声出したくても出せないぐらい苦しんでる方々の友達になろうよという人たちの世界的なネットワークを作っていこうということで、まあ、こんなものを作らせていただいたんですが、私たちが進めているのはからし種運動なんですね。どんなに小さい愛でもいい、もう小さなからし種みたいなね、愛をそういった方々に注ぐために僕らは召されているんだ。それをね、ぜひあの西教会からね、初めてこの弘前全体に、弘前市長がね、もしイエス様だったらこの弘前市ってどうなるんだ、そういうこう幻を描きながらね、そうだ、ここも直されるよな、ここもこうなさるよなということを思いながら、それに自分が召されているということをね、見ていきたいと思いますね。じゃあね、経済的な犠牲も払わなきゃならないかもしれません。これあのこういう募金箱があります。ミレーの落ち穂拾いですね。これ何て言われているかと言いますと、レビ記の中にね、実はミレーはこの旧約聖書の言葉を読んでこの落ち穂拾いという絵を描いたと言われています。土地の収穫を借り入れるとき、畑の隅まで刈り取っちゃいけない。
落ち穂も集めちゃいけない。なんかもったいない神様の命令ですよね。日本人勤勉ですからね、畑の隅っこに残ってたらもったいないですよ、みんな刈り取っちゃう。落ち穂落っこったらこれもったいないですよ、みんな拾っちゃう。そしてそれを自分のために使ってしまう。でもね、神様は何とおっしゃってるかというと、貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。ぜひね、これこういうのを使ってください。これじゃなくてもいいですよね。もう牛乳のパックでもいいし、カンカンでもいいし、皆さんにとっての落ち穂って何だろう、畑の隅っこって何だろうって貯めながらね、この地域で困っておいでになる方がおられたら、そういった方々のために使っていく、そんなことができたら嬉しいなと思います。最後に祈りの提案をして終わりたいと思います。こういう祈りにアメンと言えるならばね、後で一緒にお祈りしたいと思いますが、歴史の支配者である神様、あなたはこの地上に神の国を実現なさいます。そのために私を選んでくださったことを感謝します。私は隣人を愛するからし種エージェントになります。地の塩、世の光として使わせてください。このビジョンを共有し、共に働く仲間を加えてください。主イエスの御名によって、アーメン。これアーメンと祈れますか。もしね、祈る方がおられたらご一緒にお祈りしましょう。じゃあお祈りします。歴史の支配者である神様、あなたはこの地上に神の国を実現なさいます。そのために私も選んでくださったことを感謝します。私は隣人を愛するからし種エージェントになります。地の塩、世の光として私を使わせてください。この幻を共有し、共に働く仲間を加えてください。主イエスの御名によって、アーメン。ありがとうございました。あ、今日はね、特にこんなものを持ってきました。後でFBI の働きのために献金したいという方がおられたら、自由献金ですので、これの中に入れていってくだされば使わせていただきます。牛山先生から許可をもらいましたのでよろしくお願いします。